ニコラ・ブルーゲルスはフランスの画家である。1725年から没する1737年の間、ザイローマ・フランスアカデミーの校長を務めた。パリで生まれた。父親のフィリップ・ブルーゲルスはアントウェル・ペン出身の画家で、パリで活動する多くのオランダ人芸術家の中で育った。美術はピエール・ミニャールから学んだとされる。画家としては、 バロック絵画のスタイルの歴史画や神話を題材にした作品を描いたルネサンス期のイタリア人画家パオロ・ベロネーゼの影響が見られるとされるローマに留学する若い芸術家を育成するために作られた在ローマ・フランスアカデミーの校長としての活動で知られている1724年から1737年までアカデミーで働き1725年からは校長を 勤めたイタリア全土を旅しそれぞれの地域で訪れるべき場所や作品を調べ有望な画家たちに訪れるように進めたブルーゲルスの教えた学生にはエチエンヌジョラエティエンヌジレート1699から1789やピエールシュプレーラスらがいるロザルバカリエーララのイタリアの画家とも友人となりイタリアの画家 建築家のジョバニ・パオロ・パンニーニとは義理の兄弟になった。ローマに滞在したフランス大使とも良い関係を築いた。ローマの有力者から資金援助を設けた。アカデミーをマンチーニ宮殿にも広げ、宮殿は18世紀の間アカデミーの施設として使われた。ありがとうございます。